ホリエモンさんについてどうなんですか？例えば僕だって三角関係じゃないですか。はい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 。堀江さんも美咲さんのことをなんかおちゃらかしてた動画を出して、逆に僕も堀江さんのことをなんかおちゃらかしてた動画も結構出してたじゃないですか。どうですかそこら辺。マジでちょっと僕の持論を言うと、堀江さんってやっぱ一時代を築いた人ですごい人なんですよ、前提として。ただ、やっぱりこうすごく僕たちの世代からすると壁があるんですよね。で、堀江さんが付き合ってる人って僕たちより一回り上の昔のこうビジネスインフルエンサーっていうか、なんだろうな、こう、インフルエンサーって言葉がないような時代にこうすごく発信力を持った人たちなんですよ。でそこの世代と僕たちみたいなこう30そこそこ30前半ぐらい、竹原さん20代ですねぐらいの世代の交流って実はあんまなかったりすると思うんですよね。で多分、これはおそらくなんですけど、向こうは多分面白く思ってないと思うんですよ。多分それは絶対僕面白くないと思ってると思っていて、やっぱりその実績的な部分もそうかもしれないですけど、やっぱ多分かぶるじゃないですか、ポジションが。そういう意味ではだからもちろんこちらからオファーすることもないし、向こうからオファーが来ることも当然ないし、交わることってないと思うんですよね。だけど僕はなんかそれでいいんじゃないかなってすごく思っていて、いつか僕たちが塗り替えるというか、そういう時代が絶対来ると思うんですよ。これなんでかっていうと、やっぱ年齢は絶対あるし、あとはやっぱマーケティングですよね。一昔前の人たちって、YouTube とか TikTok やるにしても、まだなんつったらいいか、下手くそっていうちょっとなんかぶっ込みすぎなかも、ぶっ込むからいいか、ちょっと下手なんですよね。今風じゃないんですよ。で僕たちってやっぱ研究するじゃないですか、すごい。例えば YouTube 伸びの CTR がどうとるかなんたってずっとやるんで、そこのマーケティングの積み重ねでなんか塗り替わっていくと思うんですよ。もうむしろ塗り替わってるかもしれないんで。いや、絶対塗り替わってますよね、どう考えても。だから別にもう相手に、向こうは相手にする気もないだろうし、僕たちもそれはそれでいいんじゃないかなっていうか、そこを見なくていいんじゃないかなと思ってます、正直。なるほど、なるほど。そこにこびる必要はないんですよね、正直。確かにな。竹原さんどう思います？堀江さんですか？なんか使えない情報ばっか発信してるなっていう。タイトルにふさわしいですね、これは。いや、僕もだってずっと会社員だったじゃないですか。で、ニュースピックスとか見るとやっぱり会社員なんで、彼らの情報が出てきて、なんか会議中は電話に出るなとか、あと難しい経済論とかロケットの話とか、なんかあそこの領域って多分人生の総決算で勝った人たちの領域なんですよ。僕らみたいな明日の給料をどう稼ぐかみたいな会社員にあまり使える情報じゃないんですよね。それがあまり嫌で、なんかあまり見なくなりましたね、正直な話。なるほどね。でも堀江さんすごいはやっぱすごいですけどね、やっぱライブドアであそこまで行ったっていうのは全然すごいんですよね。そこはやっぱ本当に尊敬しないといけないところだと思うんですけど、多分今ちょっと時代が変わってるかなっていうのはやっぱありますね。